シュート体勢。これはここだ。足を大観衆が見守る中、注目の一戦が間もなく開始されます。いずれ劣らぬ強豪同士の対決、熱戦の舞台はここスタークラウンスタジアムです。そして今大歓声に揺れ動くフィールドに両チーム入場です。闘志をみなぎらせる選手たち、その熱気がこちらまで伝わってきます。センターラインを挟んで両チームにらみ合い、開始の笛を待ちきれないといった様子。さあ今始まろうとしています。今キックオフです。レビン君、ここはパスを出す。横にかわして突破。ブレイク君、ここは勝負を避けた。ブレイクスルーパスは通った。スバサ君、得意のヒールリフトで抜いた。ナイスプレー。これは2秒の落ちにとか。いや、もうスーパーリフトシュートだ。ケイジーニョ君、これはキャッチできない。スバサ君、クロスを上げて、このセンタリングをどうにできるか。ボールと戯れるようだ。パントキックで大きく蹴り出した。日野くん、ロングパスを行った。翔くん、激しいタックル。ドリブルと見せかけてパス、高速で抜かった。チャージが決まった。ディアスくん、センターラインのナイスプレーだ。ディアスくん、これは女性式のドリブルだ。スライディングで止めた。出た、七色のブレイク。さあゴール前です。ジゾー君、これを止めてきた。ナイスプレーだ。ここはパスに切り替えた。ここでスルーパス、ダイレクトでパス。ここでスルーパス、鋭いスライド。案外やるな。このスライディングが決まった。鋭いスライディング、よっしゃ、圧倒的パワーで吹き飛ばした。ジゾー君、このスライディングが決まった。スーパー七色のフェイント。絶妙な連携プレーを見せつけるか。本チーム、まだ守備体制が整っていません。ナイスプレーだ。ブレイクだ。長い距離のスルーパス、ブレイク君、パスを出します。あと、ここは2人で仕掛けてきた。ブンナース君、ボールを奪うことができません。翼君、ここのヒールリフトで抜いた。ルチアーノ君、パスを回す。よっしゃ君、ボール脱出成功。よっしゃ、返してかわした。パスを出します。ブレイク、このスルーパスでゴールだ。ブレイク君、怒りの発信だ。まずい、ものともせず突き進む。ブレイク君、ボールを浮かせ高く足を振り上げた。これはさらに威力を増した。ブレイクヒットか。ジャン君、強烈な後ろ回し蹴りが炸裂。パントキック、どこまで運べるか。これは大きな突破だ。日野くん、パスを回す。カルロスくん、ここからチャンスを作れるか。翼くん、得意のヒールリフトで抜いた。まずいぞ。翼くん、これはドライブシュートか。これは凄まじいシュートだ。ケイジーニョくん、決死のセーブでゴールを割らせない。これはゴールラインアウェイチーム、コーナーからどう狙ってくるか、誰に合わせてくるか。ここだ。クロスに合わせていく。これは反応しているぞ。キーパー反応するも決まった。あれを決めなくちゃ男じゃない。翼くん、ゴールを決めてきた。このまま終わったんじゃ面白くないの。ボールの狙いも届かない。翔くん、もらったぜ。激しいタックル。このタックルは不発に終わります。翼くん、これナイスのドリブルだ。ワンツーで素早くリターン。レディングだ。ボールを奪うことができません。見事な切り返しで抜い。まずい。翔くん、見えたぞ。もらった。これはやった。ケイジーノくん、キャッチ。パントキック、どこまで運べるか。このパスをトラップ。ジゾー君、抜かせません。これは格闘技バリのナイスプレーだぞ。
ジート君、これはカルロスたちのロングパスだ。ロングパスだ。チャージが決まった。スミスケだ。息の合った連携から2人でシュートに持っていった。これはブロック失敗だ。KG 力ゴールを守った。体ごとぶつかっていった。ブラック君、怒りの発揮だ。ものともせず突き進む。あとドリブルを見失う。ジャン君止める。これは竜巻のような後ろ回し蹴りだ。ボールの勢いをうまく抑えた。パントキックで大きく蹴り出した。ブラインタッチで送る。ここでパスカット。絶妙な連携プレーを見せつけた。鋭いスライディング。青箱のシールリフトだ。ナイスプレーだよ。もらったよ。ぶつかった。鮮やかな股抜きだ。ナイスプレーだ。一度ぶつかっていった。ロブソン君、パスを出します。ディフェンス君、激しいタックル。ここはパスを出した。あとはドリブルを見送る。ジトー君、ここで止めて。これは本当にまずい。パス、これは通るぞ。翼君、これはうまく受け取った。おはようのヒールリフトだ。これは最大のヨッターのシュート。ドライブシュートだ。赤く飛んでボールを受け止める。パスをもらった。ブレイク君、激しいタックル。かわして決まった。ブレイク君シュート。パントキック、どこまで運べるか。パスを受けた。パントキック、ジャンピングニーだ。時計は30分を過ぎました。アディショナルタイム突入です。これはいいプレーだ。ここは2人で仕掛けてきた。翼君、お箱のヒールリフトだ。得意のヒールリフトで抜いた。翼君、お箱のヒールリフトだ。シュートを放った。ゴールキックから再開です。ルチアーノ、このパスをトラップ。翼君、ここは抜かせません。カルロス、長いパスが通った。カルロス、鮮やかな接点で突破。まさに秘密兵器か。いよいよフィールドに立ちます。キックオフで後半スタート。カルロス君、ここはパスを出した。チャージが決まった。鋭いスライディング、一気に決める。ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りにした。ここでスルーパス。三木君、スペースにパスを出した。このパスは通らない。ワンタッチで送る。もらった。これは華麗な回転をかけたシュートだ。ジャン君、これは竜巻のような後ろ回し蹴りだ。あとこのボールをブロック。もらった。ここは抜かせません。ドリブルでボールを運ぶ。狙いすましたパスを送る。もらった。カルロス君、全然でかわした。華麗なボールさばきからすぐ落ちた。ボールはまだ生きている。カルロス君、鮮やかな股抜きだ。ルチアーノ、テストでパスを送る。絶妙な連携プレーを見せつけるか。短いパスを送る。翼君、お前に鮮やかな。ゴール正面でこのシュートを迎え、止めた。ボールは離さない。パントキック、ブレイクまで運べるか。クリスマス、スライディングでカット。それだ、体ごとぶつかっていった。ダイレクトでパス。クリスマン君、ここで奪った。シュート君、激しいタックル。チャージが決まった。素早く横に倒す。敵陣へ攻め込みます。ナイスプレーだね。怒りの発信だ。このこともせず、ナイスプレー。ブレイク君、これは狙いすました一撃。これはどこだ。ファイヤーショットではないぞ。KG 力、これはキャッチできない。これに合わせに行く。 KG 力、このシュートを正面から受け止める。パントキックで大きく蹴り出した。頭でつなぐ。
これだ。見事な個人だ。美しいフォームから豪快にダイナーシュート。ブンナック、これをブロックに行け。ブロックを突き破りゴール。ジャン君、パスを出します。体ごとぶつかっていった。ハッシュ君、激しいタックル。どうだ、ぶつかった。ジャン君、タックルの決めた。ナイスプレーだ。ホームチーム、キャプテンがその天才的プレーを見せつけるのか。ショウ君、ボールを奪った。ミッテイ君、これは無効の手順だ。ボールを浮かせて抜いた。いいプレーだ。ミッテイ君、これは我々に回転をかけた。すごい。ケイジーヌ君、シュートを正面から受け止める。長距離砲でゴールを支えてくれるみんなのために、僕はやる。諦めやしね。右へパスを送る。ナイスタックル。素早く横に倒す。ナイスプレー。ボールを浮かせて抜いた。これは見事な個人だ。ナイスタイム。ここからシュートに持っていく。あっと、これはデュアルスライダー。今から獣狙いしました。一撃を放った。ケイジーヌ君、ボールはまだ生きている。ブレスタリングを上げた。ブレス君、センタリングに合わせる。あ、ケイジーヌ君キャッチ。パントキックで大きく蹴り出した。これはよくない。ここはパスを出した。ボールダッシュ成功。ブレス君、素早く横にかわす。美しいフォームから豪快にダイナーシュート。キーパー反応できない。期待の新人よっしゃ、姿を見せました。その一挙手一投足が注目されます。レビン君、このボールをコントロール。体ごとぶつかっていった。今がチャンスだ。ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。このシュートを体で止めるつもりだ。ブロックされたボールは上空。パスを受けたぞ。チャージが決まった。さあ、シュート体勢。これはここだ。足を交差させて蹴るドロップシュート。すごい、見事なキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。どうだ、七色のフェイント。スライディングで止めた。もらったぜ松山君。これは見事な個人技だ。翼君、ここは勝負を避けた。高速で抜き去った。リフティングでかわした。ナイスだ。ドリブルでボールを運ぶ。あざ笑うかのようなドリブル。見たか、ブンナック君、このスライディングが決まった。体ごとぶつかっていった。カルロス、カルロス君、ここは勝負を避けた。チャージが決まった。アウェイチーム、この作戦指示が功を奏するか。ショウ君、激しいタックル。カルロス君、センターラインを越えて攻め込む。鋭いスライディング。ここはパスを出した。スライディングで止めた。パスを回す。翼君、ここはパスに切り替えた。もらったぞ。切り返して抜いた。切り返してかわった。ジャン君、タックルを決めた。抜いた。七色のフェイント。ルチアーノ、もらったぞ。ぶつかっていった。ここはパスを出した。翼君、パスを回す。ブレイク、ここはパスを出した。ここからチャンスを作れるか。見事な切り返しで抜いた。切り返してかわした。まずいぞ。できません。シュートに持っていく。これは足を交差させてくる。トリックシュート、鮮やかに決めたぞ。もらったぞ。この点差があれば十分さ。ペペ君、ロングパスだ。このパスをカットします。ドリブルと見せかけてパス。おら、これはロングのない突破だ。日野君、パスを回す。ここは抜かせる。ナイス、やっぱ劇的な幕切れ。